愛ちゃんはなんとあのライブ中に雷が原因で死んでしまったんですよね。そうなんですよ、もうみんな伝説です、もうこれはバカ、この雷匠さんじゃないよ傷害事件だから、これこれで死んじゃったら死ぬこともあるか。違う、ないです、ないですよ、これで死ぬことはね。で、愛ちゃんの名言ね、出た、あの名言、私は失敗したり後悔したりするのを全然ダメだと思わないな。匠さんすぎるな、いいですよね、これ。そんななまってないよ、いくらなんでも。